はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、今回はちょっと、急遽ですね、動画を、作りました。で、ですね、作った内容がですね、アサシンクリードオリジンズのですね、レジェンド衣装、黒い頭巾というアイテムとか衣装をですね、入手しましたので、そちらの、まあ、簡単なですね、紹介と、そうですね、説明をさせていただこうと思います。ちょっとですね、見にくいかもしれないんですが、まあ、こういったの黒いですね、アサシンらしいかっこいい衣装なんですよね。まあ普段大体この主人公バイク、まあ、アサシン基本的にみんなそうかもしれないんですが、白を基調とした衣装が大体目立つんですけど、まあ、こういったですね、黒い感じの衣装になります。まあ、僕の動画でユニティの動画の時にですね、まあ、紹介したかもしれないんですけど、こういった黒い衣装っていうのはやっぱり、かっこいいですよね。ユニティのトマドカルネーヨンの衣装もそうなんですけど、はい。それでですね、まあ、今回ですね、そのトマドカルネーヨンの衣装ほど、この黒い頭巾はね、大変じゃなかったです。でですね、まあ、まずですね、入手方法の最前提としてですね、この警備兵の獲物というですね、サイドクエストをや、始めていることが前提になっております。ですね、まずこの警備兵というのがですね、このゲームの舞台であるエジプトのいろんな地方にですね、います。大体、まあ一人ずついたりとか、他にも周りに敵がいたりするかもしれないんですけど、で、その人たちが10人いるので、10人まず倒してください。そして、その後ですね、ヘラクレヨン州というところのですね、竜の小屋という場所に、アバルというおばさんがいるので、そのおばさんに話をかける。でですね、近くのワニの殲滅を頼まれます。でですね、そのワニの殲滅というのがですね、まあ、ワニもレベル40の敵なので、大体、まあ、レベル20とか、自分がレベル20とかだと難しいです、勝つのは。それでですね、まあでも、レベル40にはわざわざしなくてもよくて、僕もまだストーリーとかも完全に攻略していないので、レベルも36です。でも、案外簡単に倒すことができました。それでですね、そのワニを倒した後、もう一度、アバルに話をかけて、メケトリの隠し場所にあるですね、水の中にある、宝箱を開けることによって、この黒い頭巾ゲットすることができます。それでですね、この黒い頭巾ですね、まあ、その警備兵全員倒すことによってですね、手に入れる鍵が3つあり、最後の1つがアバールが持っていまして、4つ鍵を手に入れて、この鍵、宝箱を開けて、この黒い頭巾をっていうような流れになっています。はい。それでちょっと今、急遽撮って、ですね、画面がすごいチカチカして見づらいかもしれないんですけど、まあ、画質が相変わらず悪いので、申し訳ないんですけど、はい。まあ、急遽こういう感じでですね、黒い頭巾の入手の仕方とでですね、まあ、どんな衣装かなという説明になります。はい。じゃあですね、短いんですが、こちらの方で以上になります。他にですね、今動画、今日ですね、リベレーションズ、あと、友人島実況シリーズをですね、上げましたので、そちらの方、よろしければ観覧していただいたら嬉しいなと思います。コメントやですね、チャンネル登録、あとそのゲームに対する、まあ、アドバイスとか意見とかありましたらですね、ぜひ、まあ、コメントの方に書いていただけたら嬉しいです。じゃあですね、こちらの方で以上になります。ご視聴ありがとうございました。